マーベラスサンデーは日本の競争場、シュボ主な勝倉は1997年の宝塚記念など、同年の JRA 賞最優秀5歳以上母バ。競争場時代のバレーは2000年以前に日本で使用された旧表記で統一して記述する。1992年、北海道ニーカップ町の早田牧場に生まれる。通算12回のリーディングサイヤーを獲得した。 サンデー・サイレンスの初年度産区であるが、幼ごまの頃は、貧弱な馬体が目立ち、長らく買い手がつかなかった。このため、早田牧場生産のマーベラスクラウンを管理する大沢誠を説得し、本場の受け入れを取り付ける。また、大沢の計らいにより、馬種は、マーベラスクラウン所有者の笹原貞夫に決まり、競争年齢に達した1994年3月。 立東トレーニングセンターの大沢旧社に入った。以後、秋のデビューを目指して調教が積まれる。調教が進むにつれて優れた瞬発力を見せ始め、8月に行った調教では、素質場と評判の高かった年長の大隅大空を重馬身突き放し、関係者を強嘆させた。この時、同馬を管理する竹国彦から要請があり、マーベラスサンデーの騎手は、 国彦の三男、豊かに決まった。しかし、この状況後に、右膝の骨折が判明し、放牧に出される。さらに放牧先で発症した戦痛をこじらせ、一時、重篤な状態となった。早期に治療が行われ一命は取り留めたものの、これらの経緯からデビュー予定は大幅に遅れた。4から5歳児、翌1995年2月4日、京都競馬場の新馬戦でデビュー。 かねて予定の竹豊を安定に2着に庭新半差をつけて初戦勝利を挙げる。自走の条件戦も連勝するとクラシックへの出走権を確保するため毎日敗に登録した。しかし直後に右膝を再び骨折し休養を余儀なくされる。秋に気球、体勢立て直しが図られたが今度は左後ろ足を骨折して再度の休養に入った。 翌1996年4月に復帰。初戦は競争中の不利もあり4着に終わったが、自走で1年2ヶ月不利の勝利を収める。続く順オープン戦も制して、オープンクラスに昇格すると、6月のエプソムカップで、重賞に初出走、優先賞以下を退けて、重賞初勝利を挙げた。以降は、天皇賞を目標に、夏から秋にかけ札幌記念。 朝日チャレンジカップ、京都大賞店と重賞を連勝。6連勝で天皇賞に臨んだ。当日は春の天皇賞は桜ローレルに次ぐ2番人気に支持される。しかし同馬をマークした結果、先に抜け出したバブルガムフェロー、マヤのトップガンを捉えきれず、さらに桜ローレルにも交わされての4着に終わった。競争後は連戦の疲労が見られたため、ジャパンカップを回避。 年末に出走した有馬記念では桜ローレル、マヤのトップガンとの新三強との票を取った。レースでは直線で一旦戦闘に立つも桜ローレルに交わされ、2馬新半差の2着で当年のシーズンを終えた。6歳時翌1997年は4月に産経大阪杯から始動。これを解消して天皇賞に臨むとローレル、 トップガンとのサイドの三強対決が注目を集めた。レースは、桜ローレルをマークして進み、直線で同馬と激しい競り合いとなった。しかし直後に、後方からマヤのトップガンが、一気の追い込みを見せ、3分14秒4という芝3200メートル世界、レコードタイムで勝利。マーベラスサンデーはゴール前で、ローレルに半馬身くれての三着に終わった。しかし、 破れ走ったものの、本競争は、天皇賞史上屈指の名勝負として高く評価された。自走に迎えた春のグランプリ、宝塚記念は、マヤのトップガンが秋に備え休養。桜ローレルは、フランス遠征と、共に回避を表明していたため出走馬選定のファン投票で、第1位に選ばれる。当日も順位合競争で、初めての一番人気に支持された。レースでは、 後方で足をため、道中で徐々に先端に進出。直線では前年秋に敗れたバブルガムフェローとの競り合いを首させし、念願の GI 制覇を果たした。しかし競争中に4度目の骨折をしていたことが判明し、休養に入る。これで秋の目標としていたジャパンカップを断念、年末のアリマ記念に目標を切り替えての調整が進められた。迎えた。 有馬記念では同じ区部が主戦騎士を務めていたエアグルーブも出走していたが部は本場を選択当日は同馬を抑え一番人気に支持されたレースでもエアグルーブをかわして勝利目前であったがゴール直前でお外から追い込んだシルクジャスティスに頭逆はされ2着に敗れた翌1998年も現役を続行 しかし初戦に予定していた阪神引退商店への調整中に右前足腔炎を発症。そのまま競争生活から退き、守護場入りとなった。以下の内容は、netkeiba.com 及びジャビスサーチに基づく。競争場引退後は、北海道ニーカップ町の CB スタッドで種ボバとなる。共用4年目の2003年に CB スタッドが倒産。 閉鎖したため、以後は、優秀スタリオンステーションに、繋ぎをされていた。2004年に初年度3区のシルクフェイマスが、日経新春杯を制し、守護場としての重賞初勝利。2008年には、キング・ジョイが、中山大障害に優勝し、GI 初勝利も上げている。中央、リーディング・サイヤーランキングでは、芝の最高位が17位、ダートは15位、障害では、 JG 市場を出すなど、ババを問わず3区が活躍し、7シーズンで100頭以上の後輩相手を確保する人気守護馬となった。2012年に一時守護馬を引退し、大勢ステーブルで功労馬として予選を送っていたが、2014年に元のつなぎよう先である優秀スタリオンステーションで種母馬に復帰。この年限りで再び守護馬を引退し、功労馬として予選を送る。 2016年6月30日、老衰のため死去。24歳であった。カッコ内は、当該場の勝利重傷競争。GIQ 競争優勝場キングジョイマーベラスカイザー。グレード制重傷優勝場地方。重傷優勝場 GIQ 競争優勝場グレード制。重傷優勝場非常に気象が激しい面があり、同じく気の荒いことで知られた。マーベラスクラウンの担当者。 古川大津オスが急務員を務めた。しかしレイスが近いことを察知すると自然に大人しく、なっていき、競馬では全く荒い面を見せなかった。竹豊は、騎手の指示通り動くし、変なことをしないところという点を長所として挙げている。また、直線に向いたところで少し仕掛けただけで先頭に、立ってしまうが、これが早すぎると、物見をしてしまうところがあったと語っている。 ゴール前では自分から力を緩める傾向があったといい、これを念頭に置いたレース運びをしていたため、勝つ時は常に僅差であった。爆発的な能力には欠けたとも言われ、特にサクラローレルとの力量差は関係者からも指摘されているが、15戦10勝、敗れた5戦もすべて4着以内を確保した安定性は特筆すべきものと評価を受けている。そもみじはがカナダで所有し、 3歳、4歳児にカナダの品場チャンピオンに輝いた名品。カナダ国旗に描かれているメープルリーフをモミジと勘違いしてこの名をつけたというエピソードがある。モミジの子にはロイヤルシルキーがいる。母の父のバイスリーガルは1968年にカナダ年度代表馬に選出され、前弟に1979年から1989年まで11年連続で、 カナダリーディングサイアーとなったバイスリージェントを持つ。ありがとうございます。